即の久保です全国500万の代表取締役社長の皆様こんにちは。 まあ社長の中にはですね、まあ、自分で一年発起して創業するという創業者社長もいらっしゃれば、二代目、三代目というね、後継者社長もいらっしゃいます。あとね、まあ、雇われて社長をやってるって方もいるんですよね。えー、事業のオーナーがいて、代表として指名されてね、えー、まあ社長という立場に据えられる。まあ、そういうのもあると思いますし、まあ、上り詰めていって社長っても同じですね。同じように分類されると思います。まあ、その中でですね、あのやっぱり社長が悩むのは、 あの自分の部下とかねスタッフさんが自分の思い通りに動いてくれないって問題ですよね。で そういう方っていうのは例えば社長がね自分のスタッフさんを見る社,社員さんを見るっていうのと自分から見てお客さんを見るのとどう違うのかなっていうこのボーダーですねここに気づいてるかどうかっていうのがすごく重要なことだと思いますお客さんの問題解決をするっていうのはお客さんのねやっぱりこう気持ちを変えて動かしていくってこともありますしお客様にあのやる気を出させるってこともあると思いますしお客様に商品とかねサービスを提供してご満足ご納得いただけるってことでもあると思うんですよ で従業員さんにはどんなことをしてるかっていうと従業員さんにも生活があり悩みがあり、えー、自分の、ね、欲望があるわけですよそれを社長が従業員さんに対してお客様の問題を解決するように解決できてるかどうかってことをねいつも忘れるんですよ従業員は自分の思い通りに動くはずだとか給料やってんだからお前給料分働けよとかね俺がこんだけやってんだからお前やれよみたいな感じになっちゃうともう完全にね気持ちは離れていくわけなんですよ従業員さんっていうのはどういうことかっていうとボスを求めてるわけではないんですよねリーダーを求めて 出るんですよボスとリーダーの違いってのはどういうことかっていうとボスはですね命令するんですよ偉そうに命令するんですよで自分でもまあそこそこ動くんですよねでもボスについていこうとは思わないんですよこれは強制なんですよね強制力があってボスについていかなしゃあないなっていうところなんで最低限ギブアンドテイクがもらった分だけお返しすると従業員さんが思ってる部分しかやってくれないんですよでもリーダーってのはどういうことかっていうとリーダーってのはね 真っ先に問題を解決してくれてスタッフさんがねもう出る暇がないぐらいやってくれるんですよだからスタッフさんっていうのはあ、自分も恩返しをしなくちゃなってことで恩返しをするんだけどももうほとんどねボス、あのリーダーがねリーダーがほとんどのことをやってくれるんでもう恩返しのしようがないぐらいやってくれるんですよねまあ、そこに、えー、背中を見せるっていうところのね意味があるわけなんですよまあ、そういう風にしてボスとリーダーの違いで自分がね 社長というものがボスを演じてしまっているのかリーダーを演じてしまっているのかリーダーを演じてるつもりでボスとしてしか見られてないのかところに大きな違いがあります。まあそそうですね今回の動画のまとめとするとしたらあ従業員さんが自分の言うことを聞いてくれないという風うに悩んでる社長さんがねもしいるとしたらそういう社長さんにちょっとね一つねこういう、えー、質問をしたいんですよ誰かがあなたのところに相談に来ましたいやうちのねスタッフは 俺の言うこと全然聞いてくれないんだよねっていうふなクライアントさんがそういったあなたのところに来たらどういうふうに解決するかってことなんですよ。まさに自分の従業員がね社,社員がね自分の言うことを聞いてくれないってい社長さんに対してそういう同じ悩みを抱えてお客さんが来たらどうしますか解決できますかってことなんですよ。 できないとすればそれはサービスの限界であり、えー、お客様をね一人逃がしたことになりますまあそうなんですよね自分自身が自分のお客様になった時にどういうふうにするかってことに思いを止めていくとおその問題からね自分が逃げていられるのか逃げていられないのかってことがわかると思うんですよねまあそれですね各く私もお社員をお最大でね26人いましたけども 使い切れなかったですね。私はね、高慢になっていました。でできない人間をすごくね、まあ、バカにしていたわけなんですよね。まあ、そこが全てだったと思います。完全にボスだったんですよ。もうね、お金の圧力とか、あ階級とかでね、人を裁きると思ってしまうところが間違いだったと。そこからなんですよ、私が逆転したのは。社長っていうのは、あー全ての従業員さんのまあ、下に貸し付く存在だなと思ったんですよ。 お願いしてやっていただくぐらいの感じがちょうどいいかなというところですよねうん。まあそしてやっぱりね、まあ、兵を信じることですね兵隊をあの。やっぱりね兵を信じずして戦はできないんですよ。社長ってのも従業員を信じずして戦はできません。従業員さんがしっかりとやってくれると自分の期待に応えてくれるはずだと思いやりそれがですね100の期待を与えて1しかやらなくても その1がですね100だったと思って残りの99をありがたくやらせていただくとこういう精神の繰り返しなんだと思いますそれがひいてはですね一人企業の時にもそのまま生きてくるんですよなぜならもう従業員さんはいらっしゃらないんですけどもお客様というね大切な関係があるからなんですよ従業員以上にそして従業員にできなかったことをそのお客様にね実現していくことが全てなんではないかなと思いますよねそうなんですよね社長から見て 社員員従業員お客様全部同じなんですよ全部同じ全部同じこれが分かると会社も経営できるのかなと思いますけども私は分かった上でもうね社員を雇うことはないかなと思いますなぜなら社員っていうのが私はですねだからね人を雇ってみたいって気持ちもあるんですよ今だよ人を雇ってみたいって気持ちもね今だったらものすごく上手にできると思うんですよただ人を雇うにしてももうやらせることがないんですよ うん、なぜなら私がインターネットの仕組みで人と同じぐらいのパフォーマンスをもしくはそれ以上のものをね作ってしまったからなんですよね、まあ、その象徴があ今回ねこの夏にできましたアイアージアトレードっていうねあの誰もいないけども利益だけ毎月振り込まれるみたいな会社ですよねこれができたら本当に人がいらなくなると代表すらにいらないんですよね、まあ、一応登記簿の関係上代表取締役っていうのを設けましたけども特にやることがないんですよ うん、まあそういったところまで来ているのかなと思っちゃいましたね。えー、まあ、今度今回ね。エッセンスという内容でいただきましたけども、エッセンスね。要素ね。うん、何でしょうね。エッセンスなしでオッケーではないかなというところに来てしまいました。一旦以上です。